今回は居合一人稽古の番外編です。既存の居合道のイメージを捨てて自由な格好で肩稽古をしています。伝統を軽んじてるわけではありません。息抜きしながらの繰り返し稽古です。四方斬りとは、全日本剣道連盟制定以来12本中の10本目の型です。公益財団法人全日本剣道連盟とは、日本においていわゆる剣道を中心として居合道、浄道など武道を統括する団体です。その中の居合道部は1956年に創設されました。1969年に居合道各流派の基本的な技や動作を総合し制定されたのが全剣連制定居合とされます。制定居合は入門用に全国統一型として作られたので、今では最も普及した居合型になっています。その12本の中の10本目が四方斬りという技の名称です。この後居合型の動きを示しますが、あくまでも一人稽古の記録です。もちろん指導教範などではありません。武道、居合道に興味のある方の入門のきっかけになれば幸いです。10本目、四方斬り。前進中、四方の敵の殺気を感じ、奇戦を制して、まず刀を抜こうとする右斜め前の敵の右拳に、つか当て、次に左斜め後ろの敵の水月を突き刺し、さらに右斜め前の敵、続いて右斜め後ろの敵、そして左斜め前の敵をそれぞれ真っ向から切り下ろして勝つ。間合いを取り、大ちぶりから納刀、斬新、thank you.
ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。シーズン7番外編では、気軽に居合を始められるよう、最低限欲しい刀と帯だけで稽古してみました。興味のある方は、右下のチャンネル登録で居合道ワールドへ入門してみてください。そしてまたお会いしましょう。